また来たんですよ。おはよう、みんな。なんで、こんな…どうした、サトル。カヨのことか。勘のいいやつ。今日は惜しかったな。何事も全力だ。カヨのことも頼むぞ。そうか、サトルは気づいたんだな。先生は知ってたの？そうだな。何？先生話してよ。生徒に話していいものか迷ってたんだ。そうだ、サトル、お前はな。だからお前には話しておこう。クラスメートには言うなよ。うん。クラスからカヨがいなくなるぞ、サトル。みんな、カヨは日直なんだから給食費持ってても不思議じゃないだろう。ミサト、サトル、もういいだろ。そろそろご飯食べよ。先生、先生。なんだい？ここわかんないから教えて。ん？どれどれ。ひなずきの誕生日も教えてくれたよ。お、サトル、遅刻取り消しと。サトル、急なことでみんなにお別れを言えなかったが、カヨは札幌で元気だそうだ。市の方から指導があってな、学外へ出かけるときは。サトル、ケンヤ、アクと申します。はい、お願いします。昨日児相に連絡をした。今日来てくれるそうだ。いや、カヨはおそらく無事です。少し心当たりがあります。そうですか、それはよかった。そうだと思っていましたよ。やはりカヨちゃんは。ええ、カヨの母親には会えませんでした。それで藤沼さん、一つお願いが。いや、我々を動かしたのはお前だ、サトル。サトルが取った勇気ある行動の結末が悲劇でいいはずがないだろ。カヨはもう大丈夫だ。今よりもっと大きくなって一人でどこへでも行けるようになったら。うわ、唐突だな。いいか、サトル、結婚ってのは必ず相手がいてするもんだ。相手の気持ちとかお互いのタイミングとか、まあいろいろ。いや、一度手痛い失敗をしてるから慎重になりすぎているのかもな。ごめんなさい。見られた以上もう隠すこともない。お前も食って共犯者になれ。3年前タバコをやめてから代償行為としての飴が欠かせなくなってな。プライベートな空間ではどうもこれがないと落ち着かないんだ。ふぅ。はい。先生の飴の話じゃないが、ターゲットを失う。私たちの勝手だべさ。高一、口悪いぞ。弁当抜きにするぞ。そりゃない。ちょっと一服な。どうした、ミサト？協力して。ん？僕らは探偵ごっこって呼んでるけど、誘拐犯がいるっていう設定で一人ぼっちの女の子に声をかけて仲間にするっていうことをやってるんだ。誘拐事件の予防策のつもりでもあるんだけど。そうか、結果的にごっこでも構わないさ。おとりか、結構本気じゃないか。最近急に人と友好的に接するようになったのにはそんな裏があったのか。善行も悪行も本質は同じ。人が自らの欠陥を補うための行いに過ぎない。ありがとう、サトル。でも飴は入ってないんだ。だって僕はね、今日それが更新されたよ。心の中の足りない何かを埋められた時こそが最高の瞬間だ。探し物を見つけた時、そしてそれを手に入れた時、困難であればあるほど乗り切った時の幸せの度合いは大きいものさ。
乗っているのは白鳥純の親父さんだけさ。確信に変わる。今目の前にいる社だ。降り始めたな。未来でも見てきたかのようだ。僕はこの街を去ることにしたんだよ。しかし彼は死ぬことはなかった。こんにちは。やあ、久美ちゃん。き、担任だった社学だよ。わざと反応を殺していたね。それはもはや子供離れしたとか言ったレベルを超えた。まるで未来が見えているかのような。なぜだ、なぜ俺の思考を先を見てきた。未来を知っているとはどういう意味だ。それを教えたところでお前は俺を殺すつもりだろ。あまりに長かったんだと思う。僕は